皆さんこんにちは、高所です。クリポンです。はい、今回はですね、視聴者の方から来たコメントに、まあ、返すということなんですけれども、はい、まあ、どの内容かというとですね、はい、まあ、東大に入ってしまえば、はい、中退しても一緒ですかというね、コメントがありまして、まあ、今から読みますけれども、はい、まあ、それに対してちょっと二人でね、質問返していきたいと思います。はい、小学生の親として、教育系 YouTuber の方々の動画をいろいろ拝見する中でたどり着きました。はい。まあ、ありがたいことですね。実際、東大出身の方の生の声を聞けるのはとても嬉しいです。まあ、僕もおじさんなんでね、現役生じゃないですけれども、最後まで言いましたが、東大に合格したから良かったことが中心ですね、と。まあまあ良かったこといっぱいありました。うん、東大でこれこれを学んだから、身につけたから人生で役立っていることは何かありますでしょうか。まあ、つまり大学で学んで、今役立っていることはありますかという質問ですね。はい、で、もう一個。それとも、合格してしまえば1ヶ月で中退しても一緒ですか、ね、これからも動画楽しみにしてますことで、はい、まあコメントいただいたんですけれども、まあ、大きくね、2つ質問をいただいてて、はい、1つはその大学で勉強して役立ったことがあるかってことと、はい、まあ、辞めちゃっても一緒かということだったんですけども、ね、はい、まあ、クリサキ君、一応まあ、まだ学生ですけれども、はい、今はまあ、大学で勉強してて、はい、まあ、大学外で、うん、役立ってることって何かありますか？ありますね、うん、大学で勉強したことと、あと東工大で勉強したことで結構、まあ、そのニュアンスも変わると思うんですけど、うん、大学で僕はまあ物理を専攻して宇宙のことを学んだんですけど、まあ、宇宙が直接役立つわけではないんですが、例えばこうなんていうんですかね、スーパーマーケットでのこう消費税の計算とか、うん、はい、あれはもうものすごい、まあちょっと計算の質は違うんですけど、早くなりましたし、あとやっぱり疑いの目を持っていろんなことを考えれるようにはなりましたね。で、やっぱ宇宙のことっていうのは仮説が多くて、うん、まだ全然分かってないことばかりで、うん、結構教授さんも教授の方もなんでそれこういう近似使えるのみたいな感じで結構批判的な質問をするんですけど、うん、そういう時に対してやっぱ自分もね、こう批判的なこう質問を意図してその論文を読めるようになったので、こうインターネットの記事とかでも結構批判的な思考は持つことができたんじゃないかなと思いますね。そうだね。だから何でもそのなんかアンチというか、うん、ダメダメ言うんじゃなくて、はい、その客観的に見てこうなんか批判のしどころがあるんじゃないかとか、ね、論理に抜けはないかってことが見られるんだってことですね、うん、それも素晴らしいことで、はい、じゃあもう次の質問なんだけども、はい、実際大学入ってしまえば、はい、まあ1ヶ月ってね書いてくださったけど、もう別に1ヶ月じゃなくてもいいですわ、はい、半年でも1年でも、まあ、1週間でもいいんだけど、うん、中退しちゃっても同じですかっていう質問に対してはどう思いますか？そうですね、これに関しては僕は多くの方はノーだと思いますね、うん、まあ一部ホリエモンさんみたく、はいはいはい、こう成功した方もいます、まあ、ああいう方は別に東大行かなくても成功したと思うんですけど、うん、自分の実は友人というか先輩なんですけど、はい、2人ほど東工大を中退した方がいまして、ほう、そういう方の話を聞いてると、やっぱ、まあ、ほとんどの人は大学に行った方がいいと思いますし、大学をちゃんと卒業した方がいいと思いますし、うん、多分こういう質問をするのであれば多分大学を卒業した方がいいと思います。なるほどね、迷っちゃうぐらい、はい、迷うというか、まあ、ただ聞きたいだけだと思うんですね、うん、普通に聞くぐらいであればってことだよね。そうですね。なるほどですね、ありがとうございます、はい、じゃあ次僕が回答しようと思うんですけれども、はい、まず一つ目のその、まあ、役に立ったことありますかっていうのは、はい、めちゃくちゃありますね。普通にね、いろんなところで役立ってる、はい、もちろん僕は法学部なんで、うん、まあ、主に専門では法律を学んでいるわけですけど、うん、まあ、対してね、僕みたいなそのテストを乗り切り型でですね、やっていましたから、全然その法律の知識としては、そのプロフェッショナルになった同級生のね、はい、人たちと比べれば浅いけれども、はい、例えば契約書1個作ったりするときにも法律の知識って役に立つし、うん、あとはまあ、こう、いろんなところでビジネスの話しているときに、はい、まあ、ちょっとしたことでね、法律の知識が役立つということは大いにあります。うん、はい、で多分これって、その法律じゃなくてもあるんですよ。別に文学部だって、はい、経済だって、まあ、理系で、ね、まあ、工学部だろう理学部だろうが、うん、まあ、自分が学んだ知識っていうのがちょっとこう移り変わって、うんうん、まあ、仕事で役立つっていうことは何かでもあると思います。応援してありますよね。そう、はい、だし、まあ、そういうその何て言うかな、直接的に知識が役立つということもそうだし、はい、あとやっぱり大学に入って学んだことで役立ったっていうのは、その勉強を何て言うのするっていうことに対しての、はい、やっぱりこう抵抗感がね、やっぱなくなりましたね。ああ、そうですね。やっぱりね、高校生までは、もう嫌で嫌で勉強したんですよ、僕は。そう。だそもそも、高校入って、高校受験ね、はい、まあ、サピックス通って、めちゃめちゃ宿題も出て、嫌だなと思いながら通って、まあ、受かったから良かったですけどね、うん、高校でも、
勉強しなくなって成績落ちて、はい、でそこからまあどうにかね受かりましたけども、うん、大学にまあ勉強やだなって思って、でも大学とも自由なわけですよ。そうですね、自由な中で自分で考えて決めなさいという立場なので、うん、確かにやっぱりその本当に勉強しなくなって大学辞めちゃったね子も同級生にいたし、うん、あの僕よりもねガチで本当にやってまあそのね弁護士とかね、そういうことになったところもたくさんそういう人もいますし、まあ、僕と同じように、まあ、最低限やって、うん、普通に就職してみたいな人もいたし、うん、自分で選べるので、はい、その自分で選べるという分やっぱりこう自分が勉強する意味とかその価値っていうものをよく考えるようになったから、はい、社会人になってからの方がだから逆に言うと勉強した、うん、僕は、まあ、勉強といってもその研究というよりはその本を読むっていうことがメインにはなるけれども、はい、やっぱり大学時代に今なんで自分はこれやってるんだろうってことをすごい考えるようになったので、はい、とりあえず入試のためっていうその言い訳がなくなるわけじゃないですか。確かに。でとりあえず卒業するためって言われても、はい、じゃあ卒業したらどうなるのみたいな話になるので、はい、その結局そのやっぱ問いの中でやっぱり自分は今こういう勉強して、うん、なんか将来こういうことに、まあ、役立てばいいなぐらいで、はい、ではありますけれども勉強できるようになったので、はい、社会人になってからの勉強の結果がなくなったというのは役立ってるとは思いますね、うん、はい、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、はい、まあ、端的に言うとこの2つぐらい挙げれないですよ、うん、キリがない。そうそうそう、でじゃあ実際勉強してるんだったら卒業 しなくてもいいじゃんっていう話もね、はい、あって、はい、僕はですね、まあ、栗崎くんよりはなんていうかなマイルドなんですけど、はい、そうですね、あの卒業しなくてもいいかどうかはあの後から決まるんだと思うんですよ。あ、はい、分かりますかね。あの要はさっきもじゃあ堀江さんのね、はい、話出ましたけど、堀江さんは多分中退してても卒業してても、はい、多分まあ今みたいなね、まあ、成功されていらっしゃると思いますし、はい、中退してまあ全然うまくいってない人もいるだろうし、中退してうまくいってる人も他にもたくさんいらっしゃると思うんだけど、はい、結局そのさっき言ったように自分の選択が自由なので、はい、その卒業をしなければできないことがやりたいんだったらそれはやっぱしなければいけないし、ね、卒業しなくてもできることがやりたいんだったら別にどっちでもいいわけですね、うん、だからそれは自分がどういう選択をするかとかどういう行動をするかによって変わってくるので、うん、今中退をすべきかどうかとかしてもいいのかどうかっていうのはまだわからないと思います。そうですね、僕はやりたいことがないのに中退するのはやっぱ危険ですよね。そうですね、それだけは本当に避けた、うん、だからなんとなく大学が辛いからとかであれば、はい、そういう消極的な理由であれば、そうですね、まあ、残ってた方がいいんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、そのどうしてもねそういろんな事情とか、うん、ある方は別ですけど、はい、なんとなくだったらやめない方がいいかなとは思います。やっぱり、はい、まあ、多くの方が、まあ、会社に入るわけですね、うん、大学を卒業した後、うん、その時にはやっぱり新卒というカードが非常に強いですから、はい、まあ、普通に会社入って働きたい人は、まあ、絶対に卒業した方が有利ではあります。そうですね、はい、ただあの別に大卒じゃなくてもいいよっていう、ね、会社もあるし、うん、そこで自分は何か成功してやるんだっていう気持ちがある人は別にそれでもいいと思う、うん、ただ例えば、まあ、栗崎なんかもそうだけど、まあ、理系だとまあ、普通に学士持ってないと話にならんとかね、まあ、そうですね、うん、修士持ってないと話にならんとか、うん、そういう、もう当然その就職もあるわけですよ、はい、例えば大企業のメーカー職で、うん、まあ、研究やるってなった場合はやっぱりその特定の領域で、うん、まあ、せめて学士できるだけ修士みたいなあるでしょ、そうですね、そういう世界って、はい、だからそういうところに行きたい人はまずその卒業式話にならないと、ね、確かに理系はそういうのがあります、そういうのがあるので、はい、やっぱそこはやった方がいい。でも逆に言えば例えば法学部系で言うんだったらね、うん、弁護士だったら別に高卒だろうが資格持ってれば仕事できますよ。あ、そうなんですか。うん、あります。別にあの今法科大学ありますけど別に予備試験とかで高卒の人でも取れますし、はい、まあ、仕事をねすることは可能ですので、うん、そういう道もあるし、はい、まあ、その資格さえ取ればいいみたいなところであれば別に卒業する必要はないかもしれない、うん、それこそ昔の人はですね、中退で弁護士になってる人もいるんですよ。あ、そうなんですね、その昔のだと結構その難しい難関の司法試験を在学中に取ってしまって、はい、大学を辞めてもう、はい、弁護士になるみたいな、でそれが本当のエリートだみたいなそういう風潮が昔あったんですよ。だからその学士そういうものを取ることが全てではないんですよ、はい、ないんだけれども、まあ、その次自分がどうするか、そこによって決まってくるとは、ね、まあ、茨の道ですよ、やめた方が選択肢も狭まりますし、まあ、そうですね、うん、やめた方が選択肢は当然狭まるし、はい、その新卒カード切って普通にまあ就職してみたいなのが若干難しくなりますから、うん、まあ、若干というかだいぶかな、はい、難しくなるので、まあ、そういう部分で言うと僕は入ったからには卒業した方がいいとは思います、ね、一般的にはね、はい、ただなんかすごい理由があって辞める人をむちゃくちゃ止めようという気もないって感じかな、はい、うん、まあ、そんな感じです、はい、はい。というわけでね、まあ、それぞれの意見をお話しさせていただきましたが、うん、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱ中退っていうのはですね、
まあいるじゃないですか、確実に、ね、うん、確実に毎年いて、はい、まあ、じゃあ全員が不幸になってるかってそんなことはないですし、まあ、そうですね、はい、逆に言うと大学卒業しても、うん、何をお前学んだんだと4年間、まあ、もしくは6年間、はい、お前何をやってきたんだと、はい、そういう人もいるわけですよ、確かに世の中にはたくさんそういう人もいるわけなので、はい、まあそのなんていうかな、学士とか修士取れりゃいいって話ではないんですけども、うん、まあ一般的にはまあ卒業した方がいいよねっていうのがまあ普通の結論になるかなとは思いますし、まあやっぱりそのしっかり勉強をね、するとか、まあ単位取るだけじゃなくてね、その自分のまあスキルを上げるとか勉強をするとか、まあそういうこともね結構大学生の中では僕は大事なことかなと思うんで、まあそういう活動もねしていったらいいのかなというふうに思います。はい、というわけで今日はねコメントにお返しをさせていただきました。書いてあったでしょうか。まあ他にもねちょこちょこたまにこういうコメント返しの回をやってみたいと思うので、まあなんか質問とかがあれば一応ね SSTV に何でも相談室というのがはい、はい、あります。概要欄に、ありますけれども URL でキャスト、すみません、メールアドレスでキャストダイス TV @gmail.com というアドレスがあるので、まあここに質問を送ってくださったものを、うん、まあちょっと優先的にインターンの子たちで見て返しますけど、はい、たまにこうコメント欄からも返しますので、まあ、気軽にねメールなりコメントなりしてもらえればと思います。うん、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。